東京ドームです。プロ野球ファンの皆さんこんばんは。読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズ交流試合4回戦の模様を楽しくお届けいたします。この放送の解説は立川光雄さん、宮本和智さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてリポートしてくれるのがこの二人です。はい、我々二人が一塁と三塁側に分かれてたくさんの情報をお知らせいたします。頑張ります。はい、お願いします。今日のゲーム、まもなく始まります。プレイボールは18時となっています。今日のゲームの先発ピッチャー、内海、ちょうど10試合目のマウンドになります。さあ、10勝目はどうか。1回の表、マリーン。西岡、ここまで通算の打率なんですが、2割7分6厘、プロ入り6年目での成績です。最初の1球、初球、外に来ました。ワンストライク。さあ、次はどこへ行くか。ストレートできました。ボールカウント2ストライク。さあ、ここはどうリードするんでしょうか。あっと強い当たり、あっと弾いた。さあ、これはどうか。500本目となるアンダーが飛び出しました。通算500本アンダーを祝ってスタッフが花束を届けます。これだけ達成できたということにね、価値があるんですよね。はい、今日のゲームはいつまでもいきなりランナー一塁としています。第1球です。さあ、バント、あーっと今引っ掛けましたね。ファーストへ送ります。早くキャッチャーフライに終わりました。この回はワンアウトになっています。まずどこに構えるか。ストレート落ちました。ショートへの当たり、取りました。2塁はフォースアウト、そして1塁転送、1塁もアウト、ゲッツー成功、3アウトチェンジ。1回の表が終了。マリーンズ、最後はダブルプレーに終わりました。そしてマリーンズの先発ピッチャー小林弘幸、前の登板は敗戦投手になっています。今日勝ち投手ということになれば3勝目ということになります。1回の裏、マウンドは先発ピッチャー小林弘幸。第1球はどう。これは大きな当たりだ、いったか、これはいったぞ、一直線で飛び込んだ、初球先頭打者ホームラン。今季5名ホームランの数を5としています。1回の裏、先制のホームランが出ました。いきなり試合が動き出します。この試合先頭打者にホームラン、そして先制のホームイン、1対0。さあ、今のホームランどうご覧になりましたか。やっぱりホームランにはね、本当花がありますよね。1点先制します。早くもリード、先制点が入りました。次のバッターです。田中健介、左のバッターボックス。今シーズン4度目の対決となりました両チームです。何を投げてくれた。まっすぐを打って左へ、抑えた。さあ、ヒットになる。田中、ショートへの内野安打になりました。そして次のバッターとなる先頭打者に本塁打、その後ヒットを許しています。最初の球は、初球は手を出しません。この球は入りません。さあ、次のボールは、さあ、これはいい当たり。この当たりはセンター打ち上げた。ボールを追っていきます。ファーストランナー、セカンドベースを蹴った。レッドバッター、一塁を蹴った。ボールを繋いでいく。ファーストランナー、サードベースを蹴った。ツーベースヒット、これは本塁タッチアウト。これでワンアウトです。さあ、得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。さあ、まっすぐ打ちました。三遊間はどうだ。ショートが抑えます。一塁へ、アウト、アウトです。何です、ショートゴロに終わっています。このゴロすでに1点を許しています。さあ、初球はどうでしょう。あっと、当てるのが精一杯、右へ、これは右中間への打球、取りました。スリーアウトチェンジ。2回の表、攻撃中のマリーン。先ほどの回は残塁が1、そして得点には至りませんでした。まずどこに構えるか。この球はどうでしょう。まっすぐで決めました。ツーナスイングです。さあ、1球様子を見るか。空振りの3球三振、一気に勝負してきました。そして次、内海、今日も先発での登板となりました。まだ1安打しか許していません。最初の1球、初球ストレートできました。ボールカウント1ストライク。2球目はどうでしょう。これは強い当たりだ、ショートです。取って1塁に送ります。1塁アウト、アウトです。そして次、2アウトになっています。最初の1球、まずは初球ストライク、1ストライクです。第2球、内へ2ストライク、追い込んだが
外への変化球外れました。バッテリー1球外してきました。さあ次の4球目は、それはカーブでしょうか。平行カウント2エンド2。さあ何を見せるか。インコースいきました。取って一塁に送ります。ファインプレーはアウト。これはもう本当にこう予定して。さあジャイアンツこの後6番から始まります。2回の裏ジャイアンツの6番バッター阿部。1投目初球振りません。ワンナッシングです。得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。3球目このボールです。ツーストライクです。この3球目はどうする。中への変化球外れました。ボールカウント2エンド1。さあ4球目、さあこれは2破った、綺麗に破りました。ノーアウトからヒットが出ました。センターへの打球はヒットになりました。すでに1点を失っています。初球はどうでしょうか。まず大きく外れてボールになりました。もう1 2球目です。今度もいい当たり、センターへ上がった、後ろに下がる下がる、取りました。これでワンアウト、稲葉センター。そして次のバッター、このゲームの最初の打席になります。どこに出てくるんでしょうか。最初はフォークから入りました。ワンストライクです。さあ2球目は、まっすぐを打って前進前進、これでアウトが2つ。高橋ライトアウトが2つになって2アウトになっています。初球は高めから入りました。ワンナッシングです。さあ今日の第1打席です。2投目ガーッと打ちました。これはセカンドになります。ファーストへ送ります。1塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。3回の表、このゲームの最初の打席になります。どこから行く。最初は外に持ってきました。ワンボールになりました。どう攻めるのか。これはまっすぐ。さあ宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。いいピッチングしてますよ。はい、このピッチングはどこまで続くんでしょうか。インコース、これは入りません。ワンエンド2です。バッティングカウントになったが空振りです。2ストライク2ボール。次が5球目、グーを切らせました。さあリプレイが出ます。ただいまの三振です。そして次打つ、この試合も先発のマウンドに上がりました。そして1安打を打たれています。さあ初球見送っていきます。ワンストライクノーボール。さあ次のボールは、これはストレート。さあツーストライク追い込みました。さあ次のサイン、今度も三振、ボールを捉えられませんでした。ピッチャーに、バッターはピッチャー小林弘之。初球はどうでしょうか。初球振りません。ワンストライク、この球はストライク、カウントツーストライクノーボールです。さあ決め球を見せるか。あーっと三振、全て三振、それでチェンジ、変化球決まって空振り三振です。3回の表が終了。マリーンズ3人と3回のトップバッター青木。最初のボールは、また大きい打った、大きな当たり、大きな当たり、中に入った、ホーム、中入った、ジャイアンツファンが待っている、ライトスタンドに飛び込みました。3回の裏ホームランが出ています。5番から点を重ねていきます。今ホームインしました。2対0。今のホームランどう見てますか。今のはど真ん中だと思うんですよ。1点を追加、その差を2点にしています。ただいまのホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。前半戦から優位に進めていこうとしています。バッター今日2度目のバッターボックスに入っています。どこから行くか。初球高めに来ました。ワンナッシングです。次の2球目、今度は低め、ワイエンドワン。この回先頭打者にホームラン、1点を奪われています。3球目、これも強烈な打球、ライト線に上がった、ラインギリギリ、これはファウルボール。さあ次の4球目は、これもいい当たりだ。さあこの当たりです。これも大きな打球です。一直線ホームラン。この回2人目、ジャイアンツファンでいっぱいのライトスタンドに吸い込まれました。3回の裏、ここでホームランが飛び出しました。序盤から優位に立っておきます。そして今ホームイン3回で、さあ勝田さん、今のはどう見ますか。まあ今の変化
球なんですけどね、バッターがね照準絞ってたかどうか分かりませんけどね、1点を追加します。その差は3点になりました。そして次、先頭バッターにホームラン、その後連続のホームランを許しています。さあ1投目、まずはストライク、力のあるボールを投げ込んできます。このボールはどうか、これも強烈な打球、ショートへの当たり、取りました。1塁へ、アウト。船沢がショートゴロに倒れました。バッター、まずは初球、真ん中はファウルになります。ワンアウトになっています。さあ次のボールは低いところへ決めてきました。2ストライク、サインはどう出されたのか。これも鋭い、あーっと抜けた、きれいに破ります。ヒットになった、波です。レフトへのヒットになりました。そして打順、これが2回目のバッターです。さあ第1球、これも強烈な打球、この打球も大きい、これも大きい、このまま飛び込んだ、ツーランホームラン、通算700本安打となるホームラン。3回の裏、これでこの回3本目となるホームラン。序盤で痛い失点を重ねています。今ホームイン5対0。今のホームラン、どうご覧になりましたか。やっぱりホームランない試合いうのはね、本当寂しいと思いますよね。2点を追加、5点差に広げました。さあ今のホームランです。マリーン、先発ピッチャーマウンドを降ります。久保、まあ打たれましたから仕方ないでしょう。今シーズンの登板数が26となっています。そしてバッター、ジャイアンツファンでいっぱいの東京ドームから実況生中継でお送りしています。初球はどうでしょうか。これもいい当たりだ、早いですよ、下がる下がる下がる、あーっと抜けた、フェンスの手前に落ちます。さあ二塁に間に合うか、ツーベースヒット。さあ勝川さん、今のバッティングはどうでしたか。あのまっすぐであればね、打たれるのも時間の問題っていう感じですよね。はい、そのボールを打たれました。さあジャイアンツ、ワンアウトからヒットが出ています。何を投げてくれた、これも初球打ち、ファウルボール。バッター稲葉、2球目はどうか、主審の手は上がりません。カウント1エンド1。さあ3球目は、この球は手が出せないか、これは反応もできませんでした。さあ第4球、内へのボールだった、またしてもファウルです。依然カウントは2エンド1。あっとスイングアウト、ボール球を振って空振り三振です。最後に空振りを奪った、これが2回目の打席。さあ第1球、初球わずかに外れてボール、ノーワン。2球目はどうでしょう。さあいい当たりだ、右中間に上がった、いい打球ですよ。これは右中間を破ります、長打コースになる、打ったバッターは2塁へ向かった。さあそのランナーがホームインしました、タイムリーツーベースヒット、6対0、1点が加わります。この回5点目、6点差になっています。ただいまのホームインの場面、もう一度ご覧いただきましょう。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。そしてピッチャー、さあジャイアンツ、さあツーベースヒットで1点を追加しています。第1球はまずはボールから入りました、ここは1球外します。さあ2球目、内へ、ワインドワン、これはバッター動けません。3投目、打った、打球ラインには左に切れるか、サードが取ります、1塁に送ります。さあヒットになった、ツーアウトからランナー3塁1塁、この回もチャンスを作り、3回の2打席目、2打席連続のホームランを打っています。初球はどうか、最初はチェンジアップを持ってきました、ノーワンです。2球目はどうか、これはボールです、いきなり2つ落としてきました。3球目はどうする、追っていった、ファウルになります。久保、2番手ピッチャーとしてマウンドに上がりました。そして1点を与えています。落ちました、あっとセカンドへのゴロということになります。1塁へ回ってくるか、ちょっとそれか、サードランナーがホームに帰ります。7対0、さらなる点が入ります。そして次の2番バッター、田中健介、どこから行く、初球ストライク、ワンストライクです。3回の第2打席、ソロホームランを放っています。高めのボール打った、これはピッチャーの横、ピッチャー取りました、1塁に送ります。1塁はアウトで3アウトチェンジになります。4回の表、マリーンズ、序盤でこれだけ差がついてますけど、もちろんジャイアンツに流れがありますからね。でもこれから中盤ですから油断はいきませんよ。大きなリードをもらってのマウンドになります。さあ次はどこへ行くか、これは動けません、ツーナシングです。さあ決め球を見せるか、明らかにボールの球。さあ次の4球目は、
っといい当たり、低い打球になりました。レフトへどうだ、これは取れない、ワンバウンドヒット。さあバッターランナー一気にセカンドへ、ツーベースヒット。さあ達川さん、今のは、さあ打つ、今日の3回までのピッチングで許したヒットは2本、失点なしのマウンドです。初球は打って打球はセカンドの前、あっと抜けた、抜けていきます。さあセカンドランナー三塁の結果、ここでヒットが出ました。今セカンドランナーホームイン、7対1、センターへのタイムリーヒット。そして打つに4回まで来ています。そして1点を失っています。まずどこに構えた初球外に来ました。カウント1ストライクノーボールです。ここまで1点を与えています。さあ第2球打っていった、打球はセカンドへ、取った、2塁はアウト、1塁フェス、これはダブルプレー、1塁アウト。ここも併殺できっちり、今日2回目のバッターボックス。さあ1球目ストレート打ちました、これは低い打球。今日奪った三振の数は4となっています。2投目、ここは見送ります、2ストライク。さあ3球目はどう攻める、カウント三振、これで3アウトチェンジ。この打席も三振に抑えました。4回の表が終了、マリーンズ1点を返しています。7対1、リードが小さくなりました。 4回の裏、ジャイアンツの攻撃。さあ初球です、初球、あっとこぼしている、今拾ったかどうか、アウト、落としましたが間に合いました。この回はまずワンアウトにしています。どこから狙うか、これも強い当たりだ、これは右中間に上がっている、ワンバウンドヒットになりました。ヒットになる、打ったバッターは二塁へ向かいます。さあ二塁クロスプレーか、ツーベースヒット、これが今シーズン10本目。そして打順すでに2点を奪われています。さあ最初の1球、これも鋭い当たり、行ったか、行ったぞ、これは行ったぞ、いい打球でした。ツーランホームラン、2打席連続となるホームラン。低い弾道の打球はあっという間にレフトスタンドに届きました。今ホームインしました、9対1。いや勝川さん、今のはどうでしょう。ただ今のね、ど真ん中なんですよね。追加します、点差は大きく開きました。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。そして先ほどのホームランで今シーズンの被安打が50本になりました。まずどこに構えるか、外目のボールから来ました。宮本さんにお伺いしましょう、今日のピッチングを見てどうですか。もう一つなんですよね、これもいい当たりだ、届くのか、届くのか、下がった下がった、フェンスに当たって跳ね返った、打ったバッターは二塁へ、中継のショートへ、ツルダイスヒット、2打席連続。さあランナーが出ました、ワンアウトランナー2塁です。さあ達川さん、ジャイアンツの攻め方はどう見ますか。やっぱりこの点差があってもね、チャンスは確実にものにしたいですよ。はい、ここはどういった攻撃で来るんでしょうか。打った、上がったがどうだ、取ってツーアウト、稲葉センターフライに倒れました。マリーン、ここで3、そして次ツーアウトになっています。何から持ってくるか、初球は手を出しません、ワンボールになりました。この球はどうでしょう、強烈当たり、これはセンターに上がった、これはセンター、センターへの打球になります。取りました、これで3アウトチェンジ。さあマリン、5回の表マリーンズの攻撃、そしてこの回の先頭ベニー・アグバエン、右のバッターボックスに入りました。どこに出てくるんでしょうか。まっすぐ落ちました、これはピッチャー正面、破った、これはセンターへ転がっていきます。さあヒットになった。さあ達川さん、今のはどう見ますか。さあマリーンズ、ノーアウトからヒットが出ました。どこに入れてくるか、外から攻めていきます。ボールカウント1ストライク。さあ2球目入れてきました、ツーナッシングです。さあ外してくるのか。さあ4球目、あーっと空振り、最後空振りに仕留めたのはカーブでした。スイングアウトの三振のシーンです。そして次、この回はワンアウトになっています。まずどこに構えるか、初球振りません、ワンストライクです。2球目はどう攻める、インコース打った、セカンドの前、1、2塁間をきれいに破りました。ファーストランナーは2塁です、2塁ストップです。マリーンズ、この試合のヒットの数、さあランナーは2塁1塁になっています。いやー勝川さん、マリーンズの攻め方はどう思いますか。この状況であればね、得点できますけどね。はい、ここからの得点はあるんでしょうか。さあ決め球を見せるか、スイングアウト、3球
球三振。バットには当たりませんでした。アウトが1つ。宇都宮、今日は5回途中までを投げて許したヒットが5本、この回そのうちの2本がありました。初球ストライクを取りました。ワンストライクノーボール。2球目はどうでしょう。ストレート打ちました。これはファーストになります。取ってそのままキャンバスに入ってスリーアウトチェンジ。さあジャイアンツ、この後の攻撃はピッチャーから始まります。5回の裏、ジャイアンツ宇都宮、今日のゲームは1回出塁しています。さあどこから来るか。まずは初球見送りました。147キロです。さあ2球目、これは体に近いところ、ボールカウント1エンド1。さあ3球目は、あーっと今度は外、2エンド1になりました。さあ4投目、ストレート取ってファーストへ、アウト。一塁はアウト。打順がトップ。今日はホームランが2本あります。今の見てますとね、非常にいいバッティングだと思いますよ。はい、最初のピッチは成田、9対1、ジャイアンツがリードしています。さあ、2球目。これはボールになります。外へ2つ続けました。3球目。ストレート打って、センターに上がった。これでアウトカウントになった。そして、先頭打者は内野ゴロ、その後は外野フライに終わらせました。まずは初球。初球振りません。148キロです。2球目。低めに入りました。これはちょっと手が出ません。3球で決めてくるか。あっと打ちました。この打球はセンターに上がりました。前進、前進します。あっと弾いてるが、打ったバッターはどうするか。さあ、またヒットになる。3安打は猛打賞。今日はツーベースを放っています。第1球です。初球から打ったいい当たり、これはセンターへ上がった。5対5対、落ちたワンバウンド、逃げた逃げた。打ったバッターは2塁へ向かいます。ボールは中継のショートへ、ツーベース2アウトながらランナー3。そして次のバッターラミレス。さあ初球はどうでしょう。最初は見ていきます。もうストレートが走ってますよね。そうですよね。150キロ出ていました。一つ前の打席、ライトへのツーベースを打っています。今度もまっすぐできました。ワンツー。このゲームはここまで3打数2安打。さあ、バッターちょっと有利か。行きました。打球はピッチャーの横。一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。ゲームは5分。東京ドームは、この時点で勝ち投手の権利を得ています。さあ、初球。まずは初球見送りました。ワンストライク。どこに構えるか。これは見送りました。ボールカウント2ストライク。ピッチャー有利になったか。さあ第4球。緩いボール打った。打球はショートへ。一塁へ。アウト、アウトです。次のバッターは宇都宮、6回ワンアウトまで来ています。まだ1点しか与えていません。初球はどうでしょうか。初球は際どいところに来ました。ノンストライクワンボール。次の2投目、ストレート決まってワインドワン。6回の表ワンアウトになっています。さあ3投目、外の球、これは入っていました。ボールカウント2エンドワン。さあ4球目、見逃し、いい球を見せました。そして4回の前の打席、セカンドへのダブルプレーに倒れています。どこから行く、あっと打ちました。打球はセンターへ上がった。前に突っ込む、ワンバウンド、さあ落ちました。さあヒットになります。さあそして、さあ3回目の打席、初球です。まずは見送りました。ワンストライクノーボール。2球目はどうでしょう。インコースはどうか。今のは高いですよね。どうだ、あーっと打った。打球はライン際、切れるか。ファーストへ、一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。さあジャイアン、6回の裏、2連戦の2日目、最終戦は6回裏の攻撃まで来ました。第1球はどうか。最初はボール、1球外しました。2投目は、さあこれはいい当たり、センター返し、抜けた、抜けました。ノーアウトからランナーを出します。オチョは今のが3本目、ノーアウトランナー1塁です。第1球は、これも強烈な打球、これはセンターに上がった、後ろに下がった、下がった、取ってワンアウトになりました。阿部センターフライに立った。
ワンアウトになって、今日はここまでノーヒット。まずは初球、ストレート落ちました。低い打球になりました。これでアウトが2つ。稲葉ショートライナーに倒れました。高橋由伸、ここまで出塁は1回という内容です。どこから行った、強烈な打球、初球になった。セカンドへの打球、強烈な打球でしたがセカンドゴロです。1塁アウトで3アウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了。ジャイアンツ得点はなりませんでした。7回、ジャイアンツリードになってますけど、それはやっぱり先発でしょう。この出来ですから、ですから完投勝利で白星と言ってもらいたいですよ。はい、最後まで投げ抜くのか監督の考え次第かもしれません。ストレート打って取りました。ファーストへ送ります。1塁アウト、アグバエセカンド。ここまで許したのは1点だけ。最初の1球、最初は外のボール、ワンストライク。さあ2球目、まっすぐを持ってきました。抵抗カウント、ワンエンドワン。さあ3球目、さあ第4球、変化しました、右へ、またファウルボール。カウントはそのままツーエンドワン。これは真ん中、打ち上げました。高い打球が上がりました。取りました。ツーアウトになっています。下位打線、打つも7回ツーアウトまで来ています。そして6安打を打たれています。1投目、真ん中打った取って、これで3アウト。さあジャイアンツ、この後7回の裏、ジャイアンツバッター、宇都宮、何を投げてくれた。まずは初球見送りました。ワンボール、どこに構えるか。ストレート、これはショートの上、取りました。ワンアウトになっています。そしてバッターは1番青木。このゲームの解説は達川光雄さん、宮本和智さん、お二人でお送りしています。どこに入れてくれた。今日のここまでは4打数2安、ホームランが2本あります。次の第2球、さあこれは痛烈だ。打球はライトへ上がって、どうだ。ツーベースは大丈夫でしょうね。カバーオンとヒット、落ちました。ボールが返ってくる、ツーベース。では勝川さん、今のはどうでしょう。結果的にはヒットですけど、いいまっすぐでした。そして次のバッ、ジャイアンツライトへのツーベースヒットでランナーを出しました。第1球はどうか、ストレート打ちました。この打球はファウルになります。今日はホームランを1本打っています。第2球はどうか、これも強い当たりだ。この当たりはライト、右への打球、ホーム帰りますよ。あっとワンバウンドヒット、ボールが返ってきたが、セカンドランナー今ホームイン、タイムリーツーベースヒット、10対1、追加点が入ります。さらに点差が広がりました。これがただいまの得点シーンです。しかし今日の攻撃陣は当たっています。そして今日5度目のバッターボックスに入っています。まずは初球、最初から低めに来ました。ワンストライクです。2投目、これも鋭い当たり、交代交代取って、これで2アウト。船沢らセンターフライに終わりました。アウトが1つ増えて、シコウスキー今日は3回を投げて打たれたヒットが5本、そして1失点となっています。どこから攻めるか、今度も言えたり、行ったか、これは行ったぞ。このまま飛び込んだ、ツーランホームラン。何です、これで今シーズンの本塁打の数を16としています。7回の裏、ホームランが飛び出しました。もう追いつけられた、これで決まったのか。そして今ホームイン、12対1、ベンチ前ラインとタッチ、2点追加、点差は大きく開きました。ただいまのホームラン、リプレイが出ます。また点が加わりました。まだまだ追加点が入りそうな気配です。そしてバッターはすでに3点をこの回奪われています。初球です、これも強烈な大ピッチャー強襲、一塁送球、これは一塁アウトで3アウトチェンジです。8回の表、宇都宮8回まで来ています。8イニング目ということになります。初球は、初球インコース、ワンナッシングです。どこに構えるか、ストレートは決まりません。これは釣り球、引っかかりません。さあ次の3球目、
変化球で2ストライク目を取りました。さあバッター追い込まれています。次の4球目、カーブ三振、カーブで空振りの三振に切って取りました。これが今の三振です。これ代打ですわね。さあマリーンピッチャーに回ったところで代打を告げました。最初の1球、まずはストライク、ワンストライクです。次の2球目、ストレートできました。さあ2ストライク追い込みました。この3球目はどうする。いい当たり、ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。次が4球目、スイングアウト、2者連続、10個目の三振を奪いました。打つにいい投球を見せてくれます。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。打順が変わり、バッターは1番西岡、初球は最初はインコースから来ました。カウントワンストライクノーボールです。2球目はどうでしょう。外はどうか、カウントワンエンドワン、ここまで1点に抑えています。さあ3投目、これは変化球、大きく変化します。2エンドワンになりました。さあ第4球、真ん中打って、さあこのゴロはどうだ、取りました。1塁に送ります。1塁アウト、スリーアウトチェンジ。さあジャイアンツ、その後6、マリーン、この場面で4番手のピッチャーとあります。8回の裏、バッター阿部、どこから狙うか、今日はツーベースヒットがありました。2球目です。ここは落とします。ワイエンドワンです。さあ3球目は決めてきました。フォークで追い込んでいます。さあ4投目、大きな打球になった、これは大きい、これは大きな打球だ、フェンスオーバー、ホームランです。ホームラン、重圧はありません、当然のように打ちました。まっすぐ打ち返した打球はライトスタンドに消えていきました。今ホームインしました。13対1、そしてラインを祝福を受けます。1点を追加、さらに点差が広がりました。さあリプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。この展開でもどんどん点を加えていきます。次のバット、すでに1点を許しています。まず初球、初球空振りになりました。でも力強いね、スイングしてますよね。はい、残念ながら捉えられませんでした。これも強烈、抜けた、綺麗に抜けたさあヒットが出ました。さあ達川さん、今のは、まあ、あのフォークではね、捨てれませんよね。なるほど、甘い球を見逃せなかったということですね。そうなんですね。最初の1球、まずは見送りました。ワンストライクノーボール。さあ2球目、これも強い当たりだ、これはライトへ上がった、しっかり捉えた、追いかける追いかける、この打球はフェンス直撃、中継に入る、ツーベースヒット。ノーアウトランナー三塁二塁、この回もチャンスを作りました。さあ塁上が埋まってきました。打つにバッターはピッチャー、初球はどうか、打っていった、抑えた、一塁へ、一塁、これはアウト。さあ宮本さん、今の場面は何のボールで打ち取ったんでしょう。今日の成績をご紹介しましょう。5打数3安打、そのうちの2本がホームランです。最初の1球は何か、バーッと打ちました、打球はセカンドへ、取りました、一塁に送ります。あーアウト、青木セカンドゴロに終わりました。大量点差、ジャイアンツがリードしています。今日の打線はね、本当素晴らしいと思いますよね。はい、どこから狙うか、まず外から入りました。ワンストライク、どう攻めるのか、変化球打ってファウルになります。際どく攻めるのか、バッと空振り三振、スリーアウトチェンジ、まっすぐの球当てさせませんでした。スイング8回を終了、ジャイアンツ1点を追加、13対1、点差を開きました。2連戦の最終戦はようやく9回、最終回を迎えています。どこに出てくるんでしょうか。まっすぐを打って三遊間です、取って一塁送球、2本目のヒット、1塁打ちました。マリーンズ、今日放った先頭打者、いきなり内野安打を許しています。1投目はどうでしょう。初球、外に来ました。当たりませんでしたけど、ファーストランナースタート、ファウルです。ファウルになります。次はどんなボールを持ってくるか、三球三振、見えました。三球でピシャリと抑えます。
このゲームはここまで3打数ノーヒット、そして三振が2つとなっています。ちょっと1試合に三振となりますとね、投手多いですからね。はい、さあ第2球インコース低めのストライク、ここは追い込んでいます。さあ決め球を見せるか、抑えボール打って抜けて抜けました。抜かれました。ファーストランナーは2塁ストップです。宮本さん、打たれたのは澤田マリーンズ、ファーストに代走。さあ、今日のバッティングなんですが、3打数1安打。さあ、第1球。外のボール打ちました。打球上がった。落ちるか、どうだどうだ。懸命に追いかけます。取ってツーアウト、あと1人。秋葉ライトフライに倒れました。2アウトになって王子、このゲームはここまで全て凡退しています。さあ完投勝利はどうか、あと1人。7回の3打席目、レフトフライに回っています。インコースストライク、ツーストライクノード。さあ完投勝利になるか、あーっと打ち上げた、これはショートか。取りました、試合終了。13対1、この2連戦の2日目もジャイアンツ、マリーンズに圧倒的な強さで勝ちました。壇上には今日のヒーローが上がっています。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板、9回被安打8、11奪三振、自責点1、投げ切りました。そして打撃成績です。6打数3安打、打点2、ホームランを打っています。さあこの2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は勝川光雄さん、宮本和智さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。そしてベンチリポートもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。